どうもチャメンチャンネルのイッタソです。今日もプロスピエースやっていきます。今日はですね、最強決定戦開催迫る巨人純正大大大強化会やっていきたいと思います。そして内容の方がですね、今日の更新で来ている自チーム確定スカウト、これを10連回していくのと、TS 第6弾30連目だけ残してますんで、確定が1人出る30連目を回していきます。そしてまだまだいきます。パワースピポイントで獲得した自チーム S ランク契約書、これを引いていくのと、さらにはミキサー回していきます。もうこの動画でもう最強決定戦のね、命運が決まるという内容ですね。あと、称号チャレンジもしていきたいと思います。じゃあまず称号チャレンジの方からやっていきましょう。はい、称号チャレンジの画面やってまいりました。今回称号チャレンジを行うのは、まだ育成中の選手もたくさんいるんであんまりできないんですけど、岡本選手と、戸郷選手、そして亀井さんもできたかな、亀井選手と丸選手ですね。この4人でいきたいと思います。丸選手が一番大事。じゃあまずね、戸郷選手からいきたいと思います。はい、戸郷選手は今うなる剛腕で、球威が A になってるんですけども、実際今回ね、あの純正の方で球威 A8 人のコンボ出なさそうなんで、ここは死者、勝利の死者狙いですね。ただちょっと極意症丸選手の時に使いたいんで、まあ1枚にしとこうかな。お願いします、死者。あーダメだ、攻めの投球術、まあ完全にうなる剛腕ですね。はい、残念でした。まあまあここはまあちょっと正直無理だろうなと思ってたんで、次は岡本選手ですね。ここも、死者1点狙いなんですけど、まあ強心臓がついてるんで最低限って感じですね。まあここは0枚でいきましょう。頼む死者、奇跡起きて、ダメだ、ラン&ガン。総力は60乗るけど、まあいいや。はい、強心臓でいきます。まあここまでちょっと残念な感じですね。で次亀井さん、亀井さんいますか、亀井さんいますか。これが生放送の感じね。亀井さん、あれどこ、亀井、亀井、あ、いた、東大元暮らし。はい、亀井さん、これねミパ同地になってほしい。何の称号がいいかは見てない、見ない方がいいと思う。いつも見て失敗するから。圧倒的なミート力、これダメだろ、ダメですね。お、え、完璧やん、全動地最高、マジか、やっと、嬉しい、やばい、勢いやば、これこれ丸選手もミパ動地いけるぞ。丸選手はミパ AA 動地、これ死者がちょっと事故でついちゃったんですけど、ここはミートがプラス1できれば OK、 ミートがプラス1できれば OK なんですけど、できたらいい称号をつけたいんで、ここは、3枚でいこう。お願いします。星1から4までね、それぞれ可能な称号ありますんで、ドローン取ればいい。お、来た、バズーカじゃダメだろう、うわー、これどっちがいいの、ミート A が、ミート A、ミート A のコンボも出るかな、何人か、もしかしたら。これどっちがいいんだ、やべえ、事前にもっと考えとけばよかったけど、これはもうバズーカでいこう。うわー、スピリッツ30段くっ。ということで勝利の下、勝利の下じゃない、称号チャレンジ終わったんで、次は自チームの確定スカウトの方やっていきましょう。はい、自チーム確定スカウト来ました。これは3、7、10が A ランク確定、そして5回目、10回目が S ランク2倍ですね。ちょっと動画の尺も長くなるんで、どんどん見ていきたいと思います。演出がなかったらもう即座に飛ばします。はい、ない中地ね。いや、できたら丸選手の A が保険で欲しい。て
かね、梶谷さんの S が欲しいんだよな、マジ。俺これ梶谷さんの S 持たないまま最強決定戦に行くつもりなかったんだよな。なんとこそ中地。さあ3回目か、エラン確定なんでここ見ていきましょう。はい、続いてるよ。ピッチャー投手熱望なし。いや、あとはね、デラロサさんが3500やったら3700になってほしい。なんかしないとまずいのと、まあ、さっき言った中地かな。そこが強化できれば、あと星野さんはもっと格上がるんで、ベストラインからの継承で。なので、まあ、そこでスピリッツ500アップなんで、そしたら8万8000は乗りますね。ここは何もないとこなんで、飛ばしですね、北村選手。はい、次5回目、ここ S ランク確定、あ、S ランクの確率2倍なんですけど、A ランク確定してないんで、A ランク以上の演出めっちゃかも。A ランク以上の演出来たら、ちょっと行きたい。いつもより行きたい。おい、頼む。来ない。ないですね、これ。はい、亀井さん。目開けて。はい、6回目も特に何もないですね。この辺はもしかしたら動画で早送りになったかもしれないですね。はい、残念。はい、7回目 A ランク確定。お願いします。いや、投手くんレッツゴー、こんな。お、金来た。頼む、ここでレインボー来て。いや、できたらこのチーム確定スカウトで S ランク1枚欲しい。成長を受けろ、足赤い。撃て。ナイス、ナイス。笑って。ナイス。はい、今村、お、今村選手いいね。今村選手も、そうだ、今村選手も強化してオーダーに入れたら、平内選手を変えれるんです。100アップなんですよね。そうしたらまあ8万8000は優位に超えるんで、まあ、そこそこ戦えるんじゃないかな。あとはコンボで今超周到精密が出てないんですよね、亀井さんの、あの亀井さんじゃない、丸さんのあれが決まってないんで、ミパ同士が決まってないんで、そこが出ればコンボの方も割と安定するかなと思います。で、あとね、超重量打線も出てないんですよね、これがまた。超重量打線はもう二岡さんを、パワー上げて、パワー A にするしかないかな。だから限界突破コーチもらえたらすぐ二岡さんに突っ込みます、勝負チャレンジで。はい、10回目、ここ S ラン A ランク確率、あ、 A ランク確定かつ S ランク2倍ですね。めっちゃカムな今日。ちょっと仕事終わりなので皆さん許していただけると。はい、行け、来い、マジ来い、マジ来い、頼む。いやー、くそ、足あったー。いやー、これねーなー、多分。ナイスね。中地はいいのよ、中地も完全ミート型になったらでも正直必要ないですね。はい、じゃあ続いてタイムスリップ30連目だけ残してますんで、ここ行きたいと思います。杉内さん12分の1で引けますね。で、杉内さんもすでに、2018年9年、ちょっと忘れましたけど、のものの TS 超3で持ってるんで、でもうすでに A ランク2枚出てますんで、もう極み確定してます。なので迎え入れたら大台にする。杉内さんが当たったら最強決定戦の大台に確定。はい、そこはレインボー来るよね、確定なんで。足あっかー、足を言わせてよ。時間なかったかー。12分の1かー。奇跡起きてくれんかな。2枚引きでもいいよ。はい、西浦さん A ランクも何枚やってもいい。この A ミキサー引きたい。いや、2枚引きないかー。来い。あー、くそ、サンチェス。いらないサンチェス、飛車来ますよ。ラスト頼む。いやー、もう島のレアリティどんだけ出んだよ、マジでやばすぎ。はい、お待たせしました。もう今回は盛りだくさん、久々にこんな盛りだくさんの動画撮ってるよ。ゴールド2枚と、S10 杯いきましょう。ここでも奇跡起きろ。もうこの動画にかけてる最強決定戦。頼む、待って、もうここで S 来て、待って、ミキサーのできる幅を広げたい。 S 完成、割れてる。岩崎選手、いやー、で
今回の A ランクスカート引いてないのは、まあ、皆さんにプレゼント企画でねやるチャンスがあるかなと思って残してますというね、ちょっとこびうるは置いといて、じゃあ S ランク自チーム契約書いきます。頼む、ここマジでここよ。梶谷デラロサ、エボンチャンス、梶谷頼む、梶谷なおき、マジか。じゃあ最後、魂のミキサー行きましょう。はい、ミキサー来ました。多分2回できそう。うん、このミキサーに命をかけてこ。今宮、広瀬、坂口、佐野、岡島、頼む、お願いします。まあここでもしかしたらミキサー引けなくて終わっちゃうかもしれないんで、いつもの挨拶行かせてもらいますと、ここまでね動画視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価お願いします。最強決定戦50位以内目指します。前回66位、50位以内入りたい。マジマジでカズテラ、カズテラ頼む。もう丸よしひろ、もう一回弾けるか。弾けなかったら動画終了。武田まさる、小山、今江、岡本、吉川直樹、よし弾ける。ここで本当に終わります。頼む、梶寺って乗りすぎてダメなんだよね。そうだね、違う選手行こうっていう極論の精神の鍵谷若林頼む。ありがとうございました。